マノッチです。よろしくお願いします。蔵元クエストやっていきましょう。あのさ、ちょっとアンケート取っていい？あの高評価低評価をしてちょっとあのアンケートを取りたいんですけども、俺プロスピね、うまいと思う人高評価をしてほしいの、下手だと思う人低評価をしてほしいの。昨日ね、自分の動画、あの来光の一撃、いやー美しかったなーと、上手だったなーと思って自分の動画見たんだよね。見て思った、下手じゃねって思ったんだよね。いや結構ガチでどう思われてんのかなっていうのを、ちょっとガチのちょっと アンケートというか、まあ、取りたいなと思いまして、上手だと思う方は高評価、下手だと思う方は低評価、ちょっと押していただければなと思います。はい、コメント読んでいきましょう。あのっちまたやってほしい、30年後のペナントのやつ。あのさ、これ生放送でやってたんだけど、でこの蔵元クエストもちょっと生放送で趣味だけでやりたいなって話してて、でちょっと生放送の準備したんだよね、してみたんだよ。そしたら音割れが起きちゃって、でちょっとやり方がわからんくて、俺どうしてもパソコンに繋いでないから、プレステ5のなんシェアじゃないし、なんかそのプレステ5の機能を使ってね、生放送するしかない、術がないんだけども、ちょっとね音割れがひどくて今確認中です。で30年後のペナントはやらないかな。本当に真ん中付近しか打てなくなってて草、甘い球は見逃さないよっていう、もう素晴らしいよね。中2からマノッチ見始めた自分がもう来週から社会人です。いやー素晴らしいですな、成長すごいですな、感無量ですな。今日夕方のニュース見てたら、アマゾンの配達員が荷物投げてる映像流れてて、自分の荷物がやられてたらたまらんなって思いました。これはたまらんね、もうマジで壊れそうなものとかさ、なんかちょっと機材的なものとかってもうやってらんないよね。マノッチ、後輩との付き合い方がわからないんだが、どう後輩と話せばいいのかわからない、なんか後輩に嫌われてる気がする。自分がどんな先輩がいてくれたら嬉しいか、どんな先輩が好きか、もしその 理想像というか、そういう好きな像があるのであれば、そこになれればいいんじゃないかなと思います。おしっこするとき3方向くらいになっちゃう現象をどうにかしてよ、マノッチ。俺これね、昔なんか、ほんと昔なんだけど、なんか聞いたことあって、前日にオナニーとかするとその精子が固まっちゃってて、それで割れるっていうのなんか聞いたことあるんだよね。だから前日オナニーしなきゃいいんじゃないかな。この動画、蔵元選手本人が見てるとして、何か本人に一言お願いします。どっちかな、ありがとうございますか、ごめんなさいだなごめんなさい。最近栄冠やりながら BGM としてマノチさんのウイポつけてます。聞き流しでちょうどよく、盛り上がったところでちゃんと見るって感じです。かれこれ 3,4 年経ちますが、馬並みファームはまだ覚えてます？覚えてるよ、G1 制覇の旅辛かったね後半の方辛かったのすごい覚えてる。マノッチの弱点、ストライクからボールになる球、特にフォーク系を空振りする率が高い、ボールゾーンスイング率が高い、特に追い込まれた時、インコースの速い直球には基本手が出ないし打てない、この3つが目立つと思います。特に1つ目、俺はね体感としては、3つ目、インコースの速い球、これは本当に苦手っていう苦手意識がすごい。上位打線入ってから成績悪いのは、打点を欲しいのに上位で使うラミレス監督が悪いってことですか？確かにね、タイミング的には上位打線入っ、あ、けど、あれだな。俺悪いんじゃないかな。今日、プロ野球開幕しますが、日ハムの試合の予想をしてみてください。試合結果でいかい？ 4-1 で負け。難易度は変わらずでございます。落下地点表示なしだね。OK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 。ちょっとあれですな、あのフライとかが上がった時に全然違う場所を守ってるとかで、そこ構えてるとか、ちょっとそういうのをやりたいよね、やりたいよねっていうか、そういう映像見たさだよね、あの落下地点なしなんてね。よし、こう乗本さんですか？大丈夫です、打てます、何の根拠もない、打てます。さあ全然関係ない話なんだけどさ、 FF7 リメイク、トロコンしたわ。
さてここはどういうピッチングになるのか。マーカゼドゲーも強気の強振だ。注意ですね、狙ってることが多い。内角に来る、うん、なるほど、どういった攻めを見せてくるか。強気の強振だ。ボールになります。内角だ。先行です。わかるんだ俺は。あ、普段だったら打てたな。野球、今日の俺は内角に構えてる。空振りになります。ツーボールツーストライクです。さあずっち、ずっち、今のはちょっと則本選手悪いよ。すごい悪いよ。バッチコーイ。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。いやちょっと待って、これさ守備勝手に動くんだよね。すっごい気に入らない。バッターボックスにはちょ、どうしようもないでしょこれって。他ないもんね。もうマニュアルだしな、どうにかならんか。本当にだってもうアシストついてるんだもん、これ勝手に動いちゃうから。これが4球目。打ちました、いい打球だ。さあどうだ。あんなことやられたらミス起きない。宇宙間を深々と破るヒットになりました。それはダメですよね。バッターランナーは2塁まで進みました。俺は取ったらあるんでしょうか。どうすればいいんですか。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。サードが落下点に入ります。いいよいいよいいよ。宮崎が掴んで、もうこれも分かりやすい。取ったらファーストで OK。インコース詰まりました。ここはフライになっています。大和が抑えて、いやあれだね、どうに か勝手にアシストされる感情を消したいね。取ったらゲッツね。ファインプレー見せたいよ。打ちました。これはサードライナー、うん、いいよ。取ったらゲッツね。ライト方向流しました。どうも。いや、いいな、俺もヒット打ちたいな。イーグルスチャンスになりました。あんま言いたくないけど今日打てる気しないんだよね。あ、チキンラーメンだ。チキンラーメン食べたいね。ゴロを打たせたい。高め打ちました。高く上がった。この当たりはどうか。あ、うまい。掴んでツーアウト。いいな。さあ外野楽しそうだな。さあ勝負してくるのか。高めのボール。やったらやったでさ、結局いや内野楽しそうだなってなるのは分かってんだけどさ。掴んでスリーアウトです。さあこれが先。よし、3回の表 DeNA ベイスターズ、打順よく1番から始まります。バッターは倉本。先ほどの打席、ここ最後は見逃し三振に。あーもったいない。山を張る。うん、そうですね、高めに来そうな気です。イーグルス得点に動きはありません。0対0で3回を打ちます。内角、内角、ここら辺に、ま、ね、置いとこう。ここからですよね。ただ、まあ、今日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 外角、ね、これはもうね配球の、いや今めっちゃ俺実況とか解説をかぶってる、喋ってる。はい、注目です。アウトコース打ちました。今のはね大地くんうまい。ここであんまり鈴木大地選手を大地くんって言う人いないかもしれないけど、大地くんうまかったね今日。三振はしなかった。そっか、読めばいいんだな。俺キャッチャーの素質あると思ってるから、配球を読めば打ちました。それどこ行った。ここそれなりな対応できるよね。あれだね、やっぱ落下地点なしってどこ飛んでたか分かんないね。そっか、配球を読めば。打ちました。取った。二塁送球。セカンド、いや上手くないもん。リプレイ。リプレイ。ご覧いただきましょう。今の倉本選手のやる気のないの見て。はい、うまいもん。いや今日あれしかないもんな。今日上手上手上手。さあ先制のランナーを一塁に背負います。バッターは倉本。まあバントの上手い選手ですからね、送ってもいいと思いますよね。うん、なるほど、そうですか。一塁牽制、見せてやるよ来航の一撃。な、一塁牽制、一塁はセーフ。絶対に送ってやる。バントして当たりません。送球がいいキャッチャーなんで、ランナーは慎重になってると思います。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。セーフ、盗塁成功。
さあどうする、バントが決められてしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。あ、このピンチ屈辱、バントすらでき、いやもうだってもう俺からバント取ったら何も残んないよ、うるさいだけだよ。宇宙間へ持っていった、うん、どまえ、先制のランナーが3塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁まで進みました。どんまい、しょうがない、期待を裏切らないバッティングを見せて、追いついてるよ、追いついてるよ、取ったらゲッツよ。バッター、いやチキンラーメン食べてえな。初球打ち、ここはフライになっています。ヤマト抑えてワンアウト。チキンラーメンさ、あのカップ麺スタイルじゃなくて袋麺のやつ。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。おい、掴んで2アウトです。今日今のフライに関してはそんなアシスト感じなかった。今そこにちゃんと向かってったもん俺。まず何を投げてくるか。初球打ち、ここは打ち上げています。危ない、危ない危ない危ない、余裕余裕余裕。里崎さん、ここまで両投手のピッチングご覧になっていかがですか。そうですね、まあお互い失点はしましたけど、両投手ともエースとしての役割は十分に果たしてますよね。そうですね、いやー何度か歩いていたいな。バッターがそのエースの投球に応えたいところ。読め、はい、ストレートわずかに高めに来るぞ。ボール先行です。まあ、うん、低めが、いや次ね、内角アウトコース空振りです。わからん、ボール2ストライク追い込んでいます。もうここは俺の来航の一撃で仕留めるしかない。はい、しょうがない、則本選手がすごいわ。任せろ、守備は今日塞いでるぞ。取ったらセカンド、難易度下げ思わず出ちゃったけども難易度下げたいと思ってるよ。急速レベルを下げたいね。取ったら×。さあ4球目は何か。ストレート打った、高いバウンド、セカンド取った、そのまま二塁に入ってアウト、アウト、ダブルプレイ。背番号9って誰ですか。とうとう一人でやり始めたよ。打ち上げた、おい、あれアシスト働けやいやもうアシスト働かなきゃ働かないですごい腹立ったぞ今。リプレイだ、この場面で見事なタイムリー、勝ち越しに成功しています。いやこのチャンスに見事に作れましたよね。違う、いや多分これ何回リプレイしてもここだよね、映るのね。勝利のためにはもうちょっと待って、あーもう遅い、ちょっと リプレイ無理、どこ映るかな。今日はまだ当たりがありません。ここはさっきの勝負玉、あーやっぱ何回リプレイしてもここか。どういうリードになるんでしょうか。サムネ候補だったけどな、ありません、ピッチャー変わってんじゃん。守護神ムセニッツがベイスターズ打線の前に立ちはだかります。しかも絶不調ときたもんだ、非常に競った場面での登場となります。まあこういった場面を抑えてのねクローザーですからね、期待していいと思いますよ。ええー、さあどんなピッチングを見せてくれるか。いやー、うん、しょうがない。4球目ヘッダー、よっしゃ、空振りを取ります。どうも、楽天イーグルスが僅差で勝利を収めました。知ってるよ、俺が足引っ張ってるの知ってる。タバコ吸いだもん今すごいタバコ吸いだよ。ちょっと待って、あれ使うはい使う、うん、薬草薬草、ちょっとでもミートカーソル大きくないとダメだ俺。はい、涌井選手でしょ、得意だもん俺、涌井キラーだもん。最高球速って今日は晴天に恵まれました。151とか150は投げてるよね、投げるよね、まだね。大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代150か、特にどのようなこと考えられてピッチングされてましたか。とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。よっしゃ、あー今のはね、もうあの浅村選手ダメだ。
今の良くない。西さん、バッターはバッチコーイ。ただね、たまにもうあれだもんな、高めのボール、あのね、バットに当たるだけで嬉しいっていうのはもうダメだと思う。もうすごい、もう最低だと思う俺。さあ来い、トタルゲッツー。バッター弾き返した打球はレフトへ、ここはフライになっています。レフトが取りました。ツーアウトです。いや今ね俺返球に吹き飛ばされようかなとも考えたけど。さあ来い、インサイド落ちました。これはどうか、うめえ。うめえ。いやー今のところな、サムネにしたところでな、打順はトップに帰って、ブラボ絶対俺じゃねえってわかるしな。セカンドゴロに倒れています。打つぞ。ツーアウトランナーありません。あ、出た小林。ここまで5勝をマークしています。いやもうすごい投げてくるもん小林。あ、すっげえ速く感じた。はい、外のストレートがストライク、ワンボールツーストライクです。くっ、3アウトチェンジ。ご覧、あれねえねえ、今日俺ヒット1本打った。ヒット1本も打ってないんじゃないの、打ってないんじゃないの。6球目打ちました。えい、取った、2塁を送ります。いや完璧、うまい。もうどんと来いよ、もう守備だから、もう守備メインの企画だから。打ちました、セカンド取った、アウト、際どいタイミングでしたが。今俺悪いのかな、悪いんだろうな、昨日だっけ、昨日だっけか、なんかそのセカンド気持ちわかるぜ。今のは気持ちわかるぜ。ああいうふうに突っ込みたくなるんだよな、取れないのにな、すごいわかるぜ。任せろって、取ってやる、取って、ファースな。打ち上げました、高い打球、この打球はフライになっています。あー怖え、先制は許しませんでした。さあご覧ください、先ほどの打順は1番に返ります。バッター浦本、いや読もう、配球を読もう。最後は空振り三振に倒れています。うーん、ここもねきっちり抑えたいですね。うーん、そうですね、外角に小林7、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。高め、外角は当たった。外への変化球外れました。多分ストレート低めに来るよ、内角から。うーん、やばい、何も当たんない。どうしよう、ツーボールと追い込んでいます。オッケー、落ちる球を持ってきました。スリーボールツーストライク、カー、空振り。ご覧いただきましょう、最後は三振を奪いました。どんまい。今ねベイスターズ、ここでサムネにする場所なさそうだなと思ったから映しておいた。さあこの終盤、よし、マガゾラ取ってやる。打ち上げた、ここは打ち上げています。おっと、いやいいね、落下地点なし、いいね。いやどこ映るだろう、あここいいね。いい、素敵だわ、素敵素敵素敵。いい、青小屋君元気かい。取ったらファーストな、点は入ってなかった、大丈夫。一塁送球、はい、一塁、よし、素晴らしい、落下地点なしいね。先ほどのプレーに、この浦本、ここ5試合で打率が2割を大きく下回っていますが、バッティングの調子はどうなんでしょう。こういう時はあれこれ考えずに頭の中をシンプルにして打席に立てばいいと思いますね。なるほど、今日の調子はどうなんでしょうか。頭の中をシンプルにな、低めの球ストライク、ワンボールツーストライク、金が欲しい、うん、シンプル、素敵。うわーい、マガゾラ、今日もう守備の回だ、難易度下げていいかい。あの急速スピード下げてもいいかい。俺打てる気しねえわマジで、難しすぎるわ。ちょっと待って、急に守備むず、左中間への一
これで3安打猛打賞。守備むずいぜ。出塁していきました。うわ、急に守備むずいもんな。うん、中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。外の球打った、セカンドの左取った、二塁アウト。よし、ダブルプレーでスリーアウト。先制のチャンスだったんですが、最後ね、失点しそうな場面はしっかりと守るってタイプだから。楽天イーグルスがなんと、あとあまりにも打てないぜ。決めた。あ、俺も今日、あ、今この人アンラックでしょ。ヒット2本打てなければ難易度下げるわ、球速下げるから文句は言わせない、文句は言わせないよ。そのいや、こいつ2本っていうことで、もし1本打ってしまった場合の保険をかけてるなとかきっと思うでしょう。俺思ってるもんけどね、文句は言わせない。一切認めない。相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。いや、もうガチ打ちに行くよ、もちろん。コントロールできてるかに注目したいですね。ちょっと待って、思ったより球速がなかったなということですね。あ、球速不安定なのか。外のボール147キロ。集中。ういインコース変化球決まりません。はい、ボールになります。次がフォアボール持ちは、うん、いいまっすぐですよね。大丈夫、コースストレート、際どいところに決めました。スリーボールツーストライクです。三振を、どまい、ええ、じゃない、マッチ打てる気しない。しまう、ちょっと待ってくれ、そんなにいろいろできるのか。先発、中継ぎ、抑えと何でも濃いなんだな。すごい便利だな。あ、バッチコーイ。高めのボール打ちました。打球はセンターへ。この打球はフライになっています。うまい、センターが取りました。あのね、すっごい難しいと思う落下地点見えないのにあえて取るのはすごい難しいと思う。打ちました、ヤマト二塁へ。はい、オッケー。一塁転送はアウト、ダブルプレー。だんだんこう大和選手の息もあってきたな。最後は打順はトップに帰ってブラモン。いやー、一本打ちてーな。動画の中でヒットなしで終わったことないはずなんだよな。一本打っとかないとな。確実に立ち切りたいところだと思うんですが、まあ、点はやりましたけど、ここでしっかり抑えたいですよね。そうですよね。ここからはきっ走ってきた。キャッチャー送球して盗塁成功です。ここで盗塁を許してしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。低めは外れました。よっしゃ、よく我慢した。外れます。スリーボールになりました。手出なかっただけだけど、変化球タイミング合いません。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりましたちょっと、もう明日から球速1段階先出し、無理だわ無理だわ。なんで打ててたの俺、これ本当意味が分かんない。ああ、ナイプチ守備だけ上手いんだけどな。小宮山さん、いや、今日に関しては守備もちょっといまいちだぞ。結構やらかしてるぞ。もうブルペンの方には連絡いってると思いますけど。そうですよね。となるとリリーフピッチャーがいつ出てくるのか注目です。高めギリギリです。どうすりゃいいのか。これは低いところに持ってきました。1本でいいぞ、1本なんかみんなが満足いく1本を。高めストライクに、ちょっとぶちかまそうや。2ボール2ストライクです。あまりにもひどい。気合は入ってんだけどな。なかなか36歳おっさんのギッて声聞けないと思うぞ。1番に帰ります。バッター倉本、今日は3打席すべて三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。打てる気する打てる気する、なんかしなきゃ打てる気する。ゼフチュンで強い。打ちに来ました。冷静に冷静に、ちょっと待って、なんかもう無理、なんか全く集中しない
全く集中しないもん。取ったらゲツな。打席のポイントになりそうですね。なんとか完全にすっぽ抜けてますね。取ったら、ゲッツでいいんじゃないか。スリーボールツーストライクフルカウントです。変化球打った、セカンドが抑えた、二塁はセーフ。なんで入ってくるんだ、ボタンを押してんだけどな。ここは犠牲フライで OK ではあるんですが、まあクリーンアップなんでそれ以上期待したいですよ。いいよ、見逃しさ、やらかせないぞ、やらかせないぞ、マジで。インサイド打った、高いバウンドになった、サードが抑えた、一塁や、一塁アウトでスリーアウト。今のちょっとね、倉本選手の動き見てもらいたい。球取る素振りは見せたから。映ってないのかまあ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 、よし、お、まあ俺は取ったらファーストだな。フォアボール、ゲッツな。ここは相手バッテリーがゲッツを狙ってきますから、ゴロを打たせるようなボールには注意したいですよね。右中間へ持っていった、大きいぞ、入ればサヨナラ、入った、サヨナラ、劇的な一発、この人からサヨナラホームランが飛び出しました。難易度下げさせてください打てません、全く打てません、やっててもうねきつい。ということで下げていい？うん、下げる。よし、選手交流しよう。柴田君。よし。終わろう終わろう。ちょ、難易度を下げていい、いいかい、いいかい、いいね、いい、いいね、下げるよ、一段階だけ下げるよ。ダッセーすっげーダッセーことやってるよ今俺。いや、ものすごくダサい。いいよ、今更だよ、一生懸命やっても無理なもんは無理なんで。終わるよ、バイバイ。